けてくれ、結婚してくれ、お願い。そういや、俺の結婚を邪魔した罪と翔一くんを返した罪もあったな。ただ諦めるな、信じるんだ。この堅物デコ真面目が黙って聞けよ、いいか。女の子に触れるんだぞ。体揉んでもらえて、湯飲みで遊んでる時は手を、鬼ごっこしてる時は体触れるだろうが。女の子一人につけおっぱい二つ、お尻二つ、太もも二つついてんだよ。すれ違えばいい匂いもするし、見てるだけでも楽しいじゃろか。なんてことするんだゼイツ、伊之助に謝れ。俺が直接炭治郎に話を聞く。だからお前は。でも俺は鋼じゃねえよな、生身だからさ。引っ込んでろ。諦めるな。大丈夫大丈夫、お前邪魔すんじゃねえよ。その子は俺と結婚するんだ、俺のことが好きなんだ。すみません、ちょっといいですか。は、いいから来いって言ってんだろうが。お前責任取れよ、お前のせいで結婚できなかったんだから。誰よりも強靭な刃になれ。雷の呼吸、一の型、霹靂一閃、霹靂一閃。段階で抜けるの？毛の抜け始め。よろしくお願いします。ねえ、スコちゃん。